加藤ガレッティ城選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。試合を振り返っていかがですか？何？試合、ゲームどうだった？勝って本当に、嬉しいね。みんな嬉しい。で、みんないっぱい、今日の試合いっぱい走れたね。ポジションいいだったね。で、みんな本当に一緒にチームワークに、頑張ってね。よかった。ありがとうございます。ジョイは今シーズン初ファーストゴール、はい、どうでしたか？あ、嬉しいよ、はい、本当に嬉しい、僕のポジションそれが大事ね。ゴールとアシストで、それ入ってよかった。でもそれのゴールはナイスチームワークね、はい、ありがとうございます。じゃあファンサポーターに向けてメッセージ。あ、今日のサポーター来てくれてありがとうございます。試合にやってみんなのサポート聞いてるので、もっと頑張りますね。ではありがとうございます。もっと試合、ホームとアウェイの試合聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞよろしく。田中パウロ選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。試合、今シーズン初ゴールとなりました、はい、加入後の試合を振り返っていかがでしょうか？もう最初から前半からすごい、全員がすごい、ハードワークして、こういうところでも前半から圧倒しようっていうことで、すごい頑張ってくれたからこそ後半僕たち、途中出場の選手が出た時に、相手疲れてたし、そういうところで点も決めれて、もう周り全員がハードワークした結果かなと。ありがとうございます。今シーズン途中出場では初めてとなりましたが、こう入るまでのこう気持ちとかはいかがでしたでしょうか？いつも、今井さんがいつも、交代出場の選手は、インパクト、大事っていうのをすごい言ってるんで、交代選手全員でインパクトと、そういう気持ちで、やってたんで、一つ一つのプレーで、周りをプレーで見せてもっと鼓舞するというか、周りのモチベーションを上げるために一個一個のプレーに集中して、プレーしようと心がけてました、はい、ありがとうございます、はい、次節が一旦天皇杯 このトーナメントはお休みで南葛 SC 戦ホームで迎えますが、そちらに向けての意気込みをお願いします。いや、もう絶対勝ちます。何としても勝って、すごい盛り上がると聞きましたので、そういう時にこそ、僕たちの強さ、栃木市の強さっていうのを、日本に、日本の地域リーグのみんなにちょっと恐怖を与えるぐらい強いところを見せなくちゃいけないと思ってるので、そこの、そういう勝負強さっていうのを見せたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今井監督にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。天皇杯栃木県予選準決勝、ベルフェ矢板と6対2での勝利となりました。試合を振り返っていかがでしょうか？そうですね、攻撃の形っていうのは普段、トレーニングからやっていること、今日の試合で目的としたことっていうのは多く出たのではないかなと思います。その中でやっぱ最後の質が足らなかったときは、ある意味チャンスにならなかったので、そこは改善しなきゃいけないですし、逆にそこの質が高かったとき、特に4点目のルーベンの吉木からのルーベンのゴールなんていうのは、ちょっと嫌な雰囲気になったところで突き放したっていうのを意味では非常に価値のあるゴールだったと思いますし、ああいうところの質っていうのは上げていかなきゃいけないと思います。ただ90分間通して自分たちがやろうとしたことは攻撃の形だも含めて、できてた部分はあったと思います。守備のところでのちょっとしたその二締めのところだったりとかは、緩かったかなというところは、新しいメンバーも出ているので今日は、そこも含めて改善しなきゃいけないかなとは思います。ありがとうございます。やっぱりこう得点がこう量産された、複数得点がこう結構得点力が爆発した試合になったのかなと思いますが、そのあたりの要因というかいつもと違うことはありましたでしょうか？そうですね、特に何か新しいことをやったとか変わったことをやったっていうわけではないですけども、
まあ、やっぱそのアタッキングサードの質が上がれば必然的にそこの回数はあると思うので、我々は、まあ、そこの回数に、まあ、なんていうんですかね、値する質が出てくれば、まあ、今日のような得点っていうのは、まあ、必然的に出てくると思いますので、まあ、それがやはりリーグ戦でも出てくるとは思います。なのでそこを繰り返しになりますけど、最後の質ですよね。そこまではいけてるけど、やっぱ質が悪いと入らないし、質が良ければ今日みたいにしっかりと、ね、点数を決めることができる。そしてあの、まあ、一番相手が嫌なところに入っていくっていうところの作業と、その前かける枚数っていうのは、良くなってきているとは思います。突き詰めていければゴールっていうのはもっと生まれていくのかなと思います。ありがとうございます。次節一旦リーグ戦に戻ってホームで迎える南葛 SC 戦になりますが、どちらに向けて意気込みをお聞かせください。はい、そうですね、まあ、今日、まあ6、まあ、2失点は制してしまいましたけど、やはり6点取れたっていうところは大切にしながら、そういう攻撃をリーグ戦でも、そしてホームゲームですから、見せれるようにまた1週間いい準備をしていって、競争が今いい競争ができていると思いますので、また1週間精査したトレーニングを見て、見極めていい準備をして、挑みたいなと思います。ありがとうございます。それでは最後にファンサポーターの方へメッセージをお願いします。はい、次は、ホームゲームですので、たくさんの、お客さんが来ていただくことを願っています。我々はいい準備をしていいパフォーマンスを届けれるように、そして勝ち点3を取れるように、頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今井監督にお越しいただきました。